演舞開演。どうも、本日はこちらこんにゃくベーグルの黒豆を食べたいと思います。お米なのに、お米とこんにゃくでパン、なんかいろいろ混ざりすぎてよくわからないようになってるような。ごぼうのベーグルとは違って、ちょっと表面に見えますね。これほら、見てわかるかもしれませんが、黒豆がいく、黒豆じゃないか、黒米がいくつキラキラと。おー、断面にも見えないような気がしますね。ではいただきます。こちらは弾力だけじゃなく香ばしさもあるんですね。ただやっぱり持って比べると、ある程度黒豆の旨味、味を感じることはできましたね。ちょっと香ばしい感じがしました。ただやっぱり弾力があって、口の中の水分を持っていかれてしまうのが、こんにゃくの成分のおかげでもあるのかな。まあダイエットには良さそうですので、こちらの点数とさせていただきました。お米とこんにゃくでベーグル、いろいろも本当に混ざってますね。でも焼いても美味しいみたいですので、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。